トロムソにある世界最北のモスク。本項目では、ノルウェーのイスラム教について記述する。イスラム教は、ノルウェー国内において少数派宗教のうち最大の信者数を有し、ムスリムは全人口の2.0から3.4%を占めている。2007年、ノルウェー政府統計局は、国内のイスラム教コミュニティに属する信徒数を79,068人と発表した。 この数字は2006年の数字を10%以上上回っている。国内のムスリムのうち約56%がオスロとアーケシュフス県に居住している。学術的な概算によれば、ノルウェー国内でイスラム教を信仰する者は12万から16万3000人とされている。このうち多数派は移民であり、移民の中ではパキスタン系住民が 最大のイスラム教コミュニティを形成している。アイスランド年代期には、1260年代、ホーコン4世、ホーコン孫王が賃品を持たせて、チュニジアのムスリムスルタンへと外交施設を派遣した返礼として、ノルウェーにチュニジアのムスリムスルタンから外交施設が到着したことが記されている。しかしながら、国内のムスリムの人口は20世紀後半まで目立った数字ではなかった。 ムスリムの割合が多い国々からのノルウェーへの移民は他の西ヨーロッパ諸国よりも遅く1960年代後半まで増加ペースが上がることはなかった。1975年ノルウェーへの労働移民が停止されたが家族の移住に関してはその後数年間規制が比較的緩やかであった。ノルウェー国内のムスリムの数は1980年に 初めて国家統計局により調査された。この時の数字は1006人であった。この統計は公認されたイスラム教コミュニティの成員数に基づいており、数字が小さい理由は、ムスリムの内モスクの成員になるものが非常に少数であったことによるものと考えられる。宗教歴史学者のカリボークとは1980年当時、ノルウェー国内のムスリムの10%が、 モスクの成員であったと試算しており、この数字は1998年までに70%にまで割合が上昇している。モスクの成員になるという発想は、ムスリムの多い国からの移民の多くにとっては、馴染みのないものであった。ノルウェーでは、国教会以外の宗教団体に対する政府の補助金支給は、団体の登録人数に基づいて行われるため、モスクは、 全員の登録を行う必要がある。モスクの登録人数は2004年には8万838人へと増加したが、2006年には7万2023人へと減少している。この減少の理由の一つとしては、統計局の算定方法の変更が考えられる。イスラム教を一つの宗教とみなした場合、1990年代末にイスラム教は、 カトリック教会とペンテコステ派を抜いて、ノルウェー国内の少数派宗教のうち最大の宗教となった。2004年時点で登録されたムスリムは92の異なるイスラム教コミュニティの成員であり、これらのコミュニティのうち40はオスロもしくはアーケシュフース県に本部がある。オスロにあるモスク、ワールドイスラミックミッションノルウェーのムスリムコミュニティは非常に細分化されており、 多くの異なる民族的、宗教的背景を有している。カリボークトによる2000年の試算では、ノルウェー人のイスラム教への回収者は約500人である。残りのイスラム教徒は、ほとんどが移民第一世代もしくは第二世代であり、様々な国からノルウェーへとやってきている。ノルウェー国内のムスリムの有力派閥は、パキスタイ系、イラク系、ソマリア系、 ボスニアヘルセイゴビナ系である。詳細は不明ではあるが、上記移民はおそらく効率で、ムスリムである。言い換えると、ノルウェーのムスリムの最大派閥は、パキスタイ系であるものの、出身国別に見れば、単独で、ノルウェー国内のムスリム人口の4分の1を超える、コミュニティはない。トルコ系、パキスタイ系、イラン系のコミュニティはすでに、ノルウェーに定着している。 依頼系ノルウェー人の55%が10年以上、ノルウェーに居住している。イラク系はより最近になって出来上がったグループであり、イラク系コミュニティに属するもの,の80%が、ノルウェー居住10年以下である。1990年代、バルカン半島から、主にボシュニャク人の亡命希望者が押し寄せた。近年の移民の大半は、出身国にいた家族をノルウェーに呼び寄せたものである。 ベルゲンイスラム教会のモスク。国内の大部分のモスクと同様、通常の建築物の中に設置されている。モスクは単に祈りの場所としてだけでなく、少数派の聖員のための集会の場としても、重要である。いくつかのモスクでは、様々な形での社会活動を行っており、例えば重要なものとして、死去した神道を埋葬のため出身国へ移送するなどしている。大部分のモスクは、 通常の外区の中に位置しており、街の中ではあまり目立たない。ノルウェー国内初のモスクは、ノルウェーイスラム文化センターであり、1974年にオスロに開設された。モスク開設は、デンマークのコペンハーゲンに、すでに開設されていたイスラム文化センターの支援を受け、パキスタ系の者が主導して行われた。新たなモスクはスンナ派のデオバンディ派を信奉していた。 ノルウェー国内ではバレールビー派の信者がパキスタ系の大部分を占めていたが、すぐに自分たちの宗派独自のモスクを開設する必要性を感じ、1976年にセントラルジャマート ERE ソネットを開設した。このモスクは現在国内第2の規模のモスクであり、5000人以上の信徒を要する。ムスリム人口が増加するにつれて、モスクの数も 急速に増加した。ムスリムの合計者数が少ない間は多くの異なるグループが一つのモスクに集うことは自然であった。しかし、異なる地域からの移民グループの数が増加するにつれて民族出自や言語や宗派が異なる。人々のためにそれぞれ別のモスクを求める要望が強まっていった。国内初のシーア派のモスクであるアンジュマニーフセイには1975年に 設立され、1980年代前半には、モロッコ系やトルコ系住民のためのモスクがそれぞれ建設された。2005年まで、ノルウェーにある本格的なモスクは一箇所だけであった。これは1995年に、スーフィズムの影響を受けたスンナ派系のワールドイスラミックミッションによって、オスロに建設されたものである。マナジュール、コーランインターナショナルは1987年に、 自派のモスクと文化センターを開設した。2000年、このモスクは、ノルウェー国内において、アザーンを始めた初のモスクとなった。当初、このモスクは、ガムレオスロ地区当局から週に1回アザーンを行う、許可を受けていた。これに対し、新歩党から地区当局に取り消し請求があった。オスロとアーケシュフンス県の主張は、アザーンに最終化なる許可も必要ないと述べ、アザーンを、 モスク自身の判断に委ねることにした。モスクはアザーンを週1回に限ることを決めた。ノルウェーにおけるアフマディーヤムスリムコミュニティは1957年に設立された。アフマディーヤのモスクには1980年8月1日にオスロに開設されたヌールモスクやスカンジナビア最大のモスクであるバイトンナスルモスクなどがある。オスロにある アフマディアやムスリムコミュニティのモスクノルウェー国内最大のムスリム組織はノルウェーイスラム協議会であり、これは各ムスリム団体、組織の統括組織である。宗派によらないイスラム教コミュニティは他にも存在する。マナジュール・コーラン・モスクコミュニティセンターは1987年にオスロで設立された。1991年、ノルウェー人回収者である。 ニーナ・トーガーソン主導の下、ノルウェーイスラム婦人会が設立された。1995年、オスロ大学で、ムスリム学生会、ムーズリムスック・ステュディン・サムファンが、マハミド・スモン、ラナのようなオスロ大学職員も参加して設立され、ノルウェーの公的な場における重要な発信源となっている。2008年に設立された、イスラムネットは、ノルウェー国内で、 最も会員数を伸ばしている、ムスリム組織である。イスラム教組織である、ウルテハーゲンは1991年に、ノルウェー人のイスラム教会集者であるトローンドあり、リンシュタットにより設立された。この組織は、当初幼稚園と、学童クラブを運営していた。リンシュタットは、まず1993年に、私立のムスリム学校開設を申請した。グロハーレム、 ブルントラント首相を率いるノルウェー労働党政権は1995年に子供の差別意識を助長するとしてこの申請を却下した。1997年に労働党政権が対人キリスト教民主党のヒエルマンネ、ブンネビークを主犯とする政権が誕生するとリンシュタッドは再び学校開設を申請。1999年にはムスリム学校の開設が認可され、 2001年8月、ウルテハーゲンスクールが生徒75人で開校した。しかし、学校内部の対立から2004年春には閉鎖となった。2006年、ドランメンに同様の学校設立計画が持ち上がったが、2005年の選挙で新たに政権についた、左派政権は、あらゆる私立学校の新規設立を停止したため、計画は頓挫した。まで、 ノルウェーにはムスリム専用の学校は存在していない。ありがとうございます。